せーの、ピッピッピロリピロリチャンネル。はい、皆さんこんにちは。 IT 企業 OL 週末 YouTuber のピロリです。はい、私ですね、今更ながらですね、 iPhone11 から先日 iPhone13 mini に変更いたしました。はい、ということで今回はなんでですね、私が iPhone11 から13 mini に変更したのかについてお話ししていこうと思います。最初はですね、せっかく買い替えるなら最新機種がいいんじゃないかと思って iPhone14 シリーズを考えたりとか、あと3ヶ月待って iPhone15 にしようかななんて考えていたんですけれども、いろいろね考えた結果、こちらの13 mini を選ぶことにしました。今回はですね、3部構成に分けて話していくんですが、1つ目はまず私が iPhone11 から卒業しようと思った理由、そして2つ目は iPhone13 mini にした理由、そして最後ですね、15を待たなかった理由についてお話ししていきます。私みたいにですね、 iPhone11 から買い替えようかなと思っている人とか、13にしようかな、14にしようかな、それでも15を待とうかなみたいに悩んでる人の参考になればなと思います。それでは行ってみましょう。はい、前提なんですけれども、今回私は iPhone13 mini の 256GB、ミッドナイトというカラーを購入しています。はい、Apple の公式サイトから買ったんですが、107,800円だったんですが、今回こちらの iPhone11 をですね、下取りに出して33,000円というふうな値がついたので、こちらが引かれる予定で実質74,800円で購入しています。こちらのですね、 iPhone11 に関してなんですが、こちらは 128GB のパープルをですね使っています。2019年の11月に購入したので、もうすぐ丸々4年間も使っていたということになります。私はですね、新しい iPhone が出たら次々と買い替えるタイプじゃなくて、何かきっかけがないと新しい iPhone に買えない、めんどくさがり屋なタイプです。世の中の人って8割ぐらいそうなんじゃないかなと思っていて、だいたいね、2割ぐらいの人はこう新しい iPhone が出たら買い替えるみたいな感じだと思うんですけど、8割ぐらいの人は私のようにこう同じ iPhone を2、3年、4年間ぐらいこう使うんじゃないかなと思っています。なので参考になるんじゃないでしょうか。まず1つ目のお話からいきたいと思います。私がこの11からこう変えよう、卒業しようと思った理由についてです。変えようと思った理由は大きく2つ。まず1つ目は、バッテリーの最大容量が減ってきたということと、2つ目はカメラの画質をもっと良くしたいというこの2点です。2点とも普段の生活であればそんなにバッテリーもカメラも不便を感じたことはなくて、それが故にですね、こう長く使い続けていたんですけれども、今度ですね、私海外旅行に行くんですよ。それが非常に大きなきっかけになりました。海外旅行中って、なるべくですね、こう身軽にこう観光したいので、モバイルバッテリーってなるべく持ち歩きたくないじゃないですか。観光にいろんな場所に行くので、その時に、スマホでね、写真を撮ると思うので、そのカメラの性能っていうのもいい方がいいなと思って、11からの、卒業というのを考え出しました。ちょっと詳しくね、バッテリーとカメラについてお話ししていくんですけど、まずバッテリーに関しては、 iPhone11 のバッテリーは今、ちょうど3年7ヶ月目の現在、最大容量は 74% です。一般的にはこのバッテリーの最大容量が 80% を切ったらバッテリーの交換時期の目安っていうふうに言われてると思います。皆さんの iPhone でも確認できるので、設定、バッテリー、バッテリーの状態と充電、最大容量というところからぜひ見てみてください。 80% を切ってたら新しい iPhone に買い替えなきゃいけないということではなくて、バッテリーを変えれば済む話です。新しい iPhone に買い替えるより Apple Store などでバッテリーの交換だけをしてもらった方が安く済むんですよね。なんですけど、私の場合は今回2つ目の理由であるカメラの性能も良くしたいというところがあって、新しく買い替えようというふうに思いました。で、2つ目のですね、カメラの性能の話なんですけれども、 iPhone11 から13や14などをですね、変えることで大きく変わることとしては3つあるなというふうに思いました。まず1つ目が F 値が小さくなるということです。 F 値というのはですね、その値が小さければ小さいほど光を取り込める量が大きくて、写真がですね、明るくなったりとか、よりこう背景がぼけやすくなったりします。 iPhone11 はメインカメラの F 値が 1.8 に対して、13では 1.6、 さらに14では 1.5 と小さくなっています。そして2つ目、iPhone12 シリーズ以降、フロントカメラがナイトモードに対応しているというところです。11はですね、フロントカメラのナイトモードに対応していないんですけれども、
12以降はですね対応しているので、夜にセルフィーを撮るときに、自分自身だったりとかが明るく映るというところがいいなと思いました。そして3つ目はですね、ビデオ撮影に関係することなんですけれども、13以降をシネマティックモードに対応しているというところです。シネマティックモードっていうのを簡単に説明すると、スマホで撮った動画なのに、映画で撮ったようなクオリティの動画が撮れるというところなんですけれども、具体的には被写体にピントがあって、その後ろはボケていたりとか、逆に後ろ側にピントを当てて、被写体をぼかしたりとかっていう感じで、簡単にプロ級の動画が撮れるというところですね。そういうところも、11や13以降のモデルとの違いになります。 F 値が小さくなったりとか、フロントカメラのナイトモード対応っていうのは日常でも非常に使うだろうなと思います。で、私の場合、海外旅行だけじゃなくて、日常でも、こうやって YouTube とかで Vlog を撮る機会もあるので、シネマティックモードっていうですね、動画のそういった機能もあってもいいんじゃないかなと思って、13以降の変更っていうのを考え始めました。ここからは iPhone 13 mini を選んだ理由について話していこうと思います。もう私がですね、11からこう買い替えようかなって思った時には、本当にね、どのモデルにしようかなっていうことはそんなに決めていなくて、できれば最新のモデルがいいなって思ってたぐらいだったんですね。なので幅広く選択肢をこう考えていて、iPhone 14 にしようかな、 iPhone 13 にしようかな、そしてまだ発売は決まってないけど15を待ってもいいなみたいな感じで、主にね、13、14、15、この3つの中でどれにしようかなって考えていた感じです。こんな幅広い選択肢の中から最終的に13 mini にした理由は大きく2点。まず1つ目が、14シリーズに私はそこまで魅力を感じなかったというところ。そして2つ目は、やっぱりね、サイズや重量の小ささ、この2点で選びました。詳しく説明していきます。1つ目の14シリーズにそこまで魅力を感じなかったというところなんですけれども、まずね、私のこう買い替えたい理由であるカメラとバッテリーに関して13と14を比較していきました。私がですね、大きな違いなのかなって感じたところは大きく2つあります。まずメインカメラの F 値なんですけれども、13シリーズに比べてやっぱ14シリーズの方が F 値は小さく明るく映ります。そして14シリーズに関しては動画にですね、アクションモードっていうものがついています。これは手ブレ補正のすごい強化バージョンみたいな感じで、走りながら iPhone を持って動画を撮影した時もすごいね、滑らかな映像が撮れるようになっています。こういうふうに13と14を比較した時に、14の機能もいいなとは思ったんですけれども、13で全然私は十分なのかなと思いました。F 値に関しても11から比べると13はかなり改善されていますし、14シリーズのアクションモードに関しては、そもそも私ね、走りながら動画を撮るっていう機会があんまりないですし、13にもセンサーシフト光学式手ブレ補正っていうのがついているので、手ブレは補正されるので、13シリーズでも私の使い方としては問題ないんじゃないかなというふうに思いました。そして次のですね、バッテリーに関してです。バッテリーに関してはシリーズが進化するごとに良くなっていってるので、13より14の方がやっぱり改善されてるんですね。なので最新の14シリーズのバッテリーの長持ちする度合いっていうのはすごく惹かれたポイントではあります。ビデオ再生時間での比較ですが、この通り iPhone 14シリーズの方が長持ちします。iPhone 11は17時間、 iPhone 13 mini は最大17時間、 iPhone 14 は最大16時間、 iPhone 14 Pro に関しては最大20時間ですね。で、こうやってみると iPhone 11と13 mini に関しては実際バッテリー持ちはですね、そんなに変わらないんですよね。 iPhone のバッテリー持ちに関しては、水おじさんという YouTuber の方の、検証動画っていうのがすごく分かりやすくて参考になりました。バッテリーに関してはですね、本当にすごく迷ったんですが、この後話すやっぱりミニのね、小ささという方が私には大事だなと思って、小ささの方を取りました。私が iPhone 13 mini にした理由の2つ目は、このですね、やっぱり小ささと軽さです。もう本当にね、これに尽きるんですけれども、iPhone 11を、
利用していて、この画面の 6.1 インチの大きさだったり、こう重さにはもう正直慣れていたんですね。ただ片手で操作している時に左端に指が届かなかったりとか、あとは私こういう風なショルダーストラップで iPhone をですねかけていました。その時にですね、この右肩にすごいこうズンと iPhone がこう来る感じがあって、ちょっとこれがねストレスだなって感じていたんですね。なのでもし今度買い替えるなら、これ以上でかくなるのは嫌だなと思っていて、まあ 6.1 インチの同じサイズか、もしくはもう小さいサイズの方がいいなと思っていました。iPhone 11は 6.1 インチに比べて iPhone 13 mini は 5.4 インチ。はい、これね、もう本当に数字にするとそんなに差ないんじゃないかなって思うと思うんですけど、全然こう触った時の操作感っていうのが違います。やっぱり 5.4 インチの iPhone 13 mini は本当にね、片手で全ての場所に指が届くので、そこがすごくストレスに感じないポイントだなと思いました。そして重量なんですけれども、 iPhone 11は 194g とほぼ、まあ、200g に近い値、そして iPhone 13 mini は 140g ですね。もう 54g のたったのそれだけの差なんですけれども、やっぱりね、このショルダーストラップにつけている時も右肩にこうねズンとくる重さっていうのがなくて、非常にね楽です。14のバッテリーの良さっていうのももちろん魅力的には感じたんですけれども、ずっと iPhone 使うものなので、小ささとか、まあ、重さとかにストレスを感じない方が私は大事かなと思って、今回13 mini を選んだという感じになります。さらに小さいサイズである、SE ですね、第3世代も今発売されているので、そちらもね一応ちらっとは考えたんですけれども、まあ、私はね大きく4つの点から SE が苦手でして、まずねホームボタンが SE には存在するのでそちらが苦手です。そして2つ目はね、ベゼルが太いので画面のね液晶の部分が非常に狭くて、なんかそこまで小さいサイズになるのは嫌だなというところです。そして3つ目がカメラが1つしかないので、超広角レンズをよく使う私にとってカメラはねやっぱり2つ欲しいなというところ。そして4つ目はですね、まあ、iPhone 13 mini の方が 4g だけですけど軽いので、まあ、だったら iPhone 13 mini にしようかなという感じで、SE は選びませんでした。そして最後ですね、iPhone 15 シリーズを待たなかった理由について軽くお話ししていきたいと思います。今はですね2023年の6月なので、あと3ヶ月も待てば、iPhone の15シリーズが買えるだろうに、iPhone 15シリーズにしなかった理由は海外旅行がもうすぐあるから、はい、この理由が一番大きいんですけど、それ以外にもあります。はい、それは、15シリーズですね、私も気になっていたので、いろいろこう噂だったりどんな、モデルになるのかみたいなところを調べたんですよ。そういうふうに調べた時に、iPhone 15シリーズでは、まあ、今後もミニシリーズは出ない可能性が高いという噂がやっぱり多かったからです。このミニシリーズなんですけれども、売り上げとしてはですね非常に低くて、あんまり人気がないらしいんですね。なので14シリーズにもミニというモデルはないですし、やっぱりね15シリーズにもやっぱりこの人気のなさからミニは出ないんじゃないかなっていう噂がいっぱい出ていました。15シリーズで大きく変わる予定と噂されているのは、やっぱり充電がライトニングからタイプ C に変わるっていうところだと思うんですけれども、まあそのために15を待つのもなという感じがして、充電のタイプというよりも、まあ、サイズや重量の小ささっていうのを大事にしたかったので、このタイミングで13 mini を買うことにしました。ということで長くなりましたが、私が iPhone 11から13 mini を選んだ理由について詳しく話していきました。はい、同じようにですね iPhone 11を使っている人すごくまだ多いと思うので、この動画が、選択の何か参考になれば嬉しいです。はい、このチャンネルではこのように私が、ガジェットについてだったりライフスタイル、そして私はリモートワークなのでリモートワークについてもお話ししています。この動画が良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけなんですが、私今回、ついで買いということでエアタグも初めて購入してみました。海外旅行で盗まれたら嫌だなって思ったので何に入れるか決めてないんですけど、こうハンドバッグとか
なんかこうね、盗まれた嫌なものに入れておいて使ってみようかなと思います。はい、ということでおまけはエアタグを買いました。